シキ様、シキ様、お目覚めのお時間です。どうかお気を確かに。おはよう、翡翠。今朝もありがとう。時間はちょっと余裕ないかな。すぐに着替えて食堂に行くよ。シキ様、メガネはおかけにならないのですか？ん？なあ、かけるよ。ちょっと頭痛がするから忘れてた。シキ様、今朝もご気分が優れないのですか？大丈夫、頭痛はすぐに収まる。体調だって悪くないし、ここのところ調子はいい。考え事があってちょっと寝不足なだけなんだ。では、学校はお休みにならないのですね。ああ、行くよ。急がないと遅刻しちゃうけど。かしこまりました。それでは、どうかご無理をなさらぬようお願いします。Thank you.
よし、落ち着いた。シキ様、ごめん、このまま学校に行くよ。琥珀さんと明葉にも伝えておいてくれ。バカなこと考えるな。先輩は何があっても学校にいるって言ったじゃないか。
考えるな。おはよう。今朝は何かあったのか、有彦。もう、おはようさん。何もないから学校に来てるんですけどね。そういう遠野の方こそ様子が変ですよ。鬼気迫る顔で校門を張ってたって話じゃんか。耳が早いな。ちょっと用があって先輩を探してたんだよ。あいにく見つからなかったけど。有彦、今朝は教室にいたんだろう。先輩、こっちに顔出さなかったか。ん？先輩ってどこの先輩だよ。お前さん部活やってないんだから上級生と知り合う機会なんかねえだろ。あれか、精神的な先輩とかそういう意味？ゲームの先輩とか人生の先輩とか。なんだそれ。シエル先輩は劣気とした3年生じゃないか。そりゃまあ時々あの人は下級生なんじゃないかって思う時もあるけど、基本的に先輩は先輩だよ。いや、そうじゃなくて先輩が来なかったかって話なんだけど。シエル先輩って誰それ？うちの学校に留学生なんかいたっけか？シエル先輩だよ、シエル先輩。お前だって追いかけてたじゃないか。昼飯だって何度も一緒に食べただろ。そりゃ一緒にランチする相手には事欠かない俺だが、そんな不思議な名前の先輩は知らねえって。殿、病み上がりで頭いっちまってるのか？腹減ったな。
先輩。先輩、意味が分かりません。どうしてこんなとこにいるんですか。おかしいでしょう、いろいろ。なんでって、私はここの生徒です。お昼になったらご飯を食べないとダウンしちゃうじゃないですか。いや、それはそうなんだけど、だって昨日。すみません、気がついてしまってバカなことを口走りました。席座っていいですか。いいですけど、なぜ気がついていたんですか。だってもう先輩に会えないと思っていたから。先輩がいるのが夢みたいで。ほう、夢みたいとは大げさですね。大げさじゃありません。あんなことがあったし、有彦は先輩を覚えてないし、見放されたんだって思うじゃないですか。俺は本当は昨日からずっと先輩にさよならって言われた時からもう会えないんだって。どうしてあんなことを言ったんです。さよならなんて、そんなもう会えないみたいに。はい、だって昨日はもう時間が遅かったでしょ。健全な学生さんは家に帰る時間です。ふざけないでください。あんなのどう取ったって真剣な別れの言葉でしょう。仮にそうだとしても、それはあなたと私の話であって、私の学校生活とは関係がありません。それとも遠野くん、私みたいな怪物が学校にいちゃいけませんか。いいです、どうせ私なんて嫌われても仕方ないんですから、もう気にしません。そもそもこれは私の日常ですから、遠野くんが何と言おうが好きにやるって決めたんです。Thank you.
文句なんかありません。俺にとってシエル先輩は先輩です。いつもキビキビしていて、人のことばっかり気にかけて、メガネが似合っていてかっこよくて、俺を助けてくれた先輩です。そんなこと先輩が否定しても俺が断言します。とにかく俺にとって先輩は何があっても先輩なんです。吸血鬼だなんて思ったこともないし、怪物だなんて思うこともありません。すごい人だと思ったことは何度もあるけど、それでおじけづくこともないんです。だからさっきみたいなことを言わないでください。先輩はなんかな人じゃないんですから。それにシエル先輩がいずれ消えてしまう人なんだってこともちゃんと覚悟しています。先輩は卒業するまで学校にいると言ってくれたけど、町から吸血鬼がいなくなればどこかに行ってしまうんだって分かってる。でもあんなさよならはしたくない。最後に見る先輩の顔は笑顔であってほしいんです。ありがとうございます。今のお返事は素直にびっくりするぐらい嬉しいです。それとごめんなさい、意固地になっていたのは私の方だったみたいです。先輩、お話はよくわかりました。それじゃあ遠野くんは私がどんな体でも気にしないと言うんですか？もちろんです。まあどんな体という意味を講義に解釈するとその限りではないですけどね。じゃあ一緒にいても嫌わないですか？嫌いません。むしろ謝らせてください。昨日は一日先輩を困らせてばかりでした。アルクエイドのことだって先輩に相談していれば穏便に済んだだろうし、だから本当にもう全面的に俺が悪かったです。これからはちゃんと先輩の忠告を聞きますから許してください。まったく遠野くんにはかないませんね。忠告を聞くってまだ戦う気満々じゃないですか。もう私や吸血鬼には関わるなと念を押しに来たのに、そんな顔をされたら放っておけません。先輩、それじゃあ。よろしいなら握手しましょう。握手ですか？はい、仲直りの握手です。それで昨日のことはお互い水に流しましょう。まあ遠野くんが私と手をつなぐのが嫌だというのなら別にしなくてもいいですけど。嫌なわけがありません。これで仲直りです。これからもよろしくお願いしますね、遠野くん。あ、それとありがとう。ちゃんと俺に分かるように食堂に来てくれて、先輩にまた会えて嬉しくて仕方がありません。
いいはずがない。先輩、ちょっと。はい？何ですか、遠野くん。5限目始まっちゃいますよ。早く教室に戻らないと。そうですけど、今日はちゃんと話したいんです。あの、茶道室に行きませんか？あそこなら誰にも話は聞かれません。仕方ありませんね。5次元目をサボタージュすることになりますが、単位は大丈夫ですか？ご心配なく。先生方は茶道室に近づきませんから、見つかることはありませんよ。お待たせしました。こちらは今日のお茶となります。一口いただいて落ち着いたところで、遠野くんからお話をしてください。シエル先輩とノエル先生って仲がいいですよね。ノエル先生、シエル先輩のことをいつもすごい子だって褒めてましたよ。え？違うんですか？ノエルとはもう何年もコンビを組んでいますから。あの、遠野くんにはそう見えているんですか？あと、彼女が私を褒めていたんですか？本当に？すみません、ちょっと探りを入れました。一見すると二人の仲はいいように見えますが、ノエル先生はシエル先輩への敵外心というか競争意識があって、シエル先輩はノエル先生にどことなく遠慮しているように見えます。もう、私とノエル先生が不仲ではないのかと心配しての質問でしたか。ご安心を。それは遠野くんの杞憂ですので。私たちは代行者です。互いの役割に私情を持ち込みませんし、私生活には踏み込みません。ノエル先生が何に興味を持ち、時間外なのに遠野くんにちょっかいを出したり、職務の後どれほど深酒をしていようと咎めたりすることはないのです。じゃあ、吸血鬼を退治するとき以外、会ったりはしていないと。それもそうか。年も離れているし、趣味も違いそうだし、休日一緒に過ごしている二人を想像できないし。年が離れている。3
考までに質問させてください。私くらいの子がノエル先生と一緒にいるのは不自然ですか？まあ教師と生徒の関係ですから。ノエル先生、教師としては若いといっても25歳だし。まっ、あの先輩、25歳って潜入任務ですから多少の偽装はするでしょうけど、シスターノエル、ちょっとした好奇心なんですけど、アルクエイドを閉じ込めようとした大聖堂というのは何なんでしょうか？あれ、ブローブを閉じ込めている時に使ってたやつですよね。何か特別なものなんですか？シエル先輩の必殺技みたいな。はい、確かにアルクエイドに使ったものとブローブに使ったものは同じもので特別な魔術ですが、必殺技という響きは恥ずかしいものがありますね。照れちゃいます。いいじゃないですか、必殺技かっこいい。あれでこそシエル先輩です。見とれることこの上ない。見たところ、あれはシエル先輩だけのオリジナルと見ましたが、いかがでしょう？先輩がよりすぐりの代行者であることはなんとなくわかります。そもそもあのアルクエイドが敵として意識するぐらいなんだから、教会の中でも1、2を争う吸血鬼ハンターだったりするんですか？そこまでのことはありません。対吸血鬼に特化しているだけで他に偉大な方は何人かいますから。私なんてまだまだで、アンドレイさんとか本当におかしな人ですし。それより大聖堂についてでしたね。あれは旧海底の使徒を封じ込めるために開発した蒼天意識隔絶型の結界です。もともとは王国を表す層が持っていたもので、最大範囲は直径 30km、 壁で囲った内部を外界と遮断するものでしたが、私が使う場合はそこまでのことはできません。対象物を1個ないし1種設定し、これを封じ込めるだけです。もともとは一つの王国を丸ごと保存していたものですから、かなり劣化しています。概念的なものによってしまったわけですね。その代わりといってはなんですが、私の大聖堂には原版にはない機能が生まれました。それがブローブに使った時の空間歪曲です。外から見ると数十メートルの正方形だったと思いますが、中の広さは直径にして10km に設定されていました。要は外側の大きさと内側の大きさを別々にある程度任意に変更できるんです。使いどころさえ間違わなければ短期で使徒の軍勢を隔離できる奥の手の一つと言っていいでしょう。しかしだからといって過信してはいけません。結界内に閉じ込めるには対象を黒剣で囲む必要がありますし、大聖堂のような大魔術は連発できないんです。通常の魔術が無料で汲める水道水なら、大魔術はワインボトルに入ったワインと思ってください。1個のワインボトルで大聖堂を起動するには2回が限度です。グローブで1度、彼女で1度。もう私の大聖堂のボトルは空になってしまいました。ボトル内のワインは水道水とは違い、そう簡単に補充はできません。今後グローブのように災害を振りまく使徒が現れた場合、
その被害を抑えることはできないので、遠野くんも注意してくださいね。本題に入ります。そのアルクエイドのことなんだけど。怒らないで聞いてください。先輩は散々やめろって注意してくれたけど、俺はやっぱりアルクエイドを敵だとか吸血鬼だとかは思えない。思惑はどうあれ、あいつだってこの町を守ってくれているんです。だから、だからアルクエイドと協力してほしい。目的が同じなんだから、先輩とあいつがいがみ合う理由なんてないはずです。というか喧嘩しないでください。似た者同士なんだから。嫌です。嫌ですってなんで。当たり前です。遠野くん、昨日の夜だって彼女に殺される寸前だったって自覚してないんですか。そもそも吸血鬼を探すなんて、いつ殺されてもおかしくない危険なことなんです。そんなことに遠野くんを巻き込むなんてできません。うわうわ、あの、うわとはどのような意味でしょうか。それと、とても泣きそうな顔をしているのは。泣きそうだからです。今シエル先輩にいじめられたというか、デコピン一つで大気圏まで叩きのめされた気持ちです。え、いえ、あの、そんなつもりはみじんもないのですが。本当に？本当に。あのですね、今さら巻き込みたくないはないです。先輩、俺は俺なりに覚悟の上でここまで来たんです。散々死ぬような目に遭ってきたし、これからも危険はあるって分かってます。その上で吸血鬼退治をすると決めたんです。だから自分の身ぐらい自分で守れます。いや、守れなくてもいい。後悔はしません。だって、だって何でしょう。それぐらいじゃないと先輩と一緒にいられないじゃないですか。俺はこれからできる限りの時間、
先輩の隣で先輩の力になりたいんです。もうそんなの私が後悔しちゃいますよ。大体ですね、自分の身は守れないなんて何を根拠に言ってるんですか。遠野くんの運動神経は優れていますし、その目のことも分かっています。貧血がちなのは欠点ですが、運動能力そのものは信頼に値します。あなたが本気で自分の身だけを考えてくれるなら、私もこんなに目くじらを立てたりはしませんよ。あれ、そうなんですか。ええ、遠野くん、私の部屋に泊まった時裸になったじゃないですか。贅肉のない引き締まった筋肉で、あの時から綺麗な体しているなって思っていたぐらいです。裸って、俺裸になんかなってないけど。忘れちゃったんですか。遠野くん、お風呂に入るとき台所で着替えてたじゃないですか。知らなかった。先輩、人の着替えを覗き見するような人だったんですね。いえ、あれはですね、不可抗力と申しましょうか、その隙間から見えてしまって、ちょっとだけ興味があったものですから、いいかなーって。じゃあ俺がちゃんと身を守っていれば文句はないんですね。先輩と一緒に吸血鬼退治をしても、アルクエイドと協力しても。そうですね、遠野くんをソロで放置するぐらいなら、私と一緒にいてくれた方が助かります。先輩。ですが、アルクエイドとの協力だけはできません。この際ですから、はっきりと忠告、いえ警告しておきましょう。現在この町で最も危ういのは彼女です。それは彼女が吸血鬼だからということではありません。今の彼女はかつてないほど異常な状態です。下手に刺激すれば炸裂する爆弾と言ってもいい。爆弾ですか。そりゃあいつは何しでかすかわからないやつですから、その表現は正しいですけど、でも別に。どうでしょうか、今の彼女は自分の感情に従って活動しています。これまでは神祖としてのコードに従っていたのに、そのコードを破りかけている。あれは無邪気な子供そのものです。恐ろしいのは、その子供が初めて手にしたおもちゃが太陽だったといえば、現状がどれほど危険なのか理解できると思います。大げさすぎますよ先輩。大体あいつに喧嘩をふっかけたのは先輩じゃないですか。先輩が仲良くしてくれればあいつだって暴れません。それはそうですが、私だって考えなしではありません。この一週間ずっと自重してきたんです。でも遠巻きに見る分には我慢できましたが、ああして目の前にしてしまったら抑えきれなかったというか、ついカッとなってやっちゃったと。ごめんなさい、今は大変反省しています。わかりました。
もうアルクエイドと仲良くしてほしいとは言いません。先輩とあいつは天敵っぽいですから。俺も自分からアルクエイドには近寄らないようにします。少なくともあいつが冷静になるまでは。その代わり先輩は俺と一緒に吸血鬼を探すこと、それでいいですね。え？ああ、はい、そういうことですけど。あれ、遠野くんが私に協力するじゃなくて、私が遠野くんに協力するんですか？似たようなものです。気にしないでください。俺の気持ちの問題です。さすがに6限まではサボれないですよね。すみません、ちょっとめまいが。でもいつもの貧血だから心配はいらないですよ。ちょっと休めば落ち着くから。心配します。そんな青い顔で強がらないでください。今体にいいお茶を用意しますから、そこに横になって。無理に動いちゃダメですからね。6限目始まっちゃいましたね。ジンジャーミルクティーにたっぷり蜂蜜を入れてみました。湯飲みなのはご愛嬌ということで流してください。ありがとうございます。先輩、これすごい。一口で目が覚めた。はい、お父さん直伝の配合ですから、元気のない時はこれで一発です。
先輩としてあるまじき提案ですが、観念して放課後までここにいましょう。単位足りているんでしょ？まあなんとか。有彦ほどギリギリで生きてはいませんし。田花君にそう言われるとは、乾君は大人物ですね。ちょっと羨ましいです。ところで遠野くん、暇なのでしりとりしましょうか？しないよ。そもそもなんでしりとり？先輩、俺の泣き顔見たいんですか？見たいです。遠野くん、人のことばっかりで自分のことで泣きそうにないですから。そんな顔で言われたら余計に嫌です。しりとりは絶対にしませんから。暇ならさっきのお茶のおかわりください。それは残念。ではいつか遠野くんの隙をつくことを夢見て、ジンジャーミルクティーの2杯目を入れてきますね。まったく、変なところで子供っぽいというか意地悪というか。遠野くん、眠っちゃったんですか？起きてますよ。ちょっとクールダウンしてるだけです。そうでしたか。では私にお気遣いなく、そのままで。楽にしていてください。それでどうしてしりとりなんですか？遠野くんに弱音を言ってほしかったんです。ずっと無理しているように見えたから。今だってそうでしょ？本当は疲れ切っているのに気を休められない。あなたは眠ってしまうのが怖いんです。多分7年も昔から。目を閉じてしまえば目覚める保証がないと分かっているから。そんなことはないですよ。今は健康で、貧血だってたまにしかないんですから。怖いものなんて吸血鬼ぐらいです。そうですか。遠野くんがそういうのならそういうことにしておきます。
顔でした。ごめんなさい、バカなことを言ってしまって。私が憧れたのはあなたのそういう強さでした。だから私が力になります。先輩、あなたがもしその恐怖に耐えられなくなったら、私が力になります。私には何もできないけど、手を握るくらいはできますから。そうですね。それじゃあ、もしそういう時が来たら、先輩を頼ります。ところで先輩、さっきの仕返しですけど。は、はい？先輩って一体どういう人なんでしょうか。考えてみたら、俺はシエル先輩のことを何も知らない。これまで何をしていたのかとか、どうして吸血鬼と戦うことになったのかとか、そういうの教えてください。わ、私のことですか。そんなの話してもつまらないというか、本当にがっかりさせてしまうので話したくないというか。いいんです、話せる範囲で話してください。そうじゃないと自分を抑えられる自信がありません。そうですか。話せる範囲でいいならしますけど、せっかくの時間がつまらないものになっちゃいますよ。とは言っても本当に大したことはないんです。私はフランスのある地方都市の生まれで、お父さんはパン職人で、お母さんは日本人で、12歳の時に教会に入って、あとはずっと使徒を討伐する仕事をしていました。それと今回みたいに学校に潜入調査するのは初めてです。勝手が違うので最初は戸惑いました。今回が初めて。そうですよね。吸血鬼を相手にするんだから、普通学校に用はありませんよね。そうですね。今回は特殊なケースでした。あとは代行者になった理由ですが、これは私にその才能があったからです。せっかくの死なない体を使わないのはもったいないですから。死なない体が才能？まあそう言えなくもないけど、先輩、生まれつきそういう体だったんですか？いいえ、遠野くんと同じです。私も生まれつきこういう体をしていたわけではありません。一度死にかけて、いえ、一度死んでそこから生き返った人間なんです。なんか、そうしたら生き返るのが癖になっちゃいまして。なんですかそれ。一度死んだって、もしかしてそれは。はい、吸血鬼に殺されたんです。でもご存知の通り、私は何があっても元通りになる体質だったので、なんとか生き返れたんですよ。生き返れたって。普通死んだら生き返れないというか。ですから、
私は普通じゃなかったんです。それは遠野くんも見たでしょ。でも先輩は先輩です。普通じゃなくてもいいです。俺は今の先輩が大好きです。それはお昼にも伺いました。でもちょっとわかりません。こんな体、気味が悪いだけだと思います。私、遠野くんを怖がらせてばかりだと思ってました。あのですね、そんなの何度も言ってるでしょ。異性として先輩が魅力的なのは言うまでもないし、吸血鬼と戦う先輩はかっこいいです。俺は今でもブローブと戦う先輩が忘れられない。あの地獄みたいな状況で先輩はみんなを守るために戦ってくれた。怖がるなんてとんでもない。俺はあの勇敢さに今まで何度も励まされたんですから。遠野くん、それは違いますよ。私は勇敢なんかじゃありません。死への恐怖がないだけなんです。だって私は死にませんから。あの時だって恐怖なんてかけらもなかった。私はただ鈍感なだけなんです。本当に勇気を持つ人間とは死に怯えながらも戦える人のことです。私にその勇気はありません。だって死にませんから。私が普通ではないのはこの精神性です。死への恐怖に関してだけ言えば私は吸血鬼以上の化け物でしょう。化け物って先輩。いいです、事実ですから。私は死なないから何も怖くない。何をやっても生き返るから。どんなにひどいことをされても、どんなひどいことをしても、何も怖いとは思えない。私はそういう人間なんです。そこはちゃんと理解していてくださいね。でも傷を負えば痛いじゃないですか。生き返るから怖くないとしても痛みはあるでしょう。ならやっぱり先輩は。そんなの痒かったり嫌だったりするだけです。蘇生が約束されている私に恐怖はありません。ただ痛いだけなら誰にだって耐えられるでしょう。そう、誰だって私と同じ体だったのなら同じことができたんです。昔、私はこの体になるきっかけで罪を犯しました。多くの間違いを犯して多くの人命を見殺しにした。その後、私に課せられたのは犠牲になった人々の数と同じだけの処罰でした。私はそれを耐えたことで罪を許され代行者に選ばれた。聖人に匹敵する忍耐だなんて司祭様に褒められたりもしました。でもそんなのは違うんです。私は全然強くない。単に死なない体だから、体が強いから罰に耐えられただけ。普通の体だったならきっと一日で投げ出していたんです。
では、今日から私と遠野くんはチームですね。二人で事件を解決しましょう。一旦お家に戻りますか？死者の探索は夜になってからの方が効率的ですし。本当に俺でいいですか？もちろんです。協力してくれると言ったのは遠野くんの方じゃないですか。遠野くんを一人にするのも危険だし、私が付きっきりで監督させてもらいます。これでも先輩ですから、やるとなったら吸血鬼探しのいろはをたっぷり教え込んであげましょう。とは言っても、死者の数は減ってきているので、イロハを教え込む前に終わってしまいそうですけど、この分ならあと1週間、といったところでしょうか。1週間ですか？本当にそんなに早く？ええ、経験則から言ってそれぐらいです。タオナ君さえ望むなら、もう1日2日程度の短縮はできますが。どうしました？浮かない顔をして。もしや今日中に解決しろなんてことは言いませんよね？そんな無茶は言いません。隠れている死者を見つけ出すのは地道な調査だって知ってますから。ただそのその町に潜む吸血鬼を全部殺したら先輩の仕事も終わってしまいます。そうしたら先輩は。先輩はすぐに次の町に行ってしまうんですか？言っているんですか？遠野くんは死者を一掃したところで仕事は終わりませんよ。私はロアを倒すまでこの町に残ります。元凶を残したまま職務放棄はできませんからね。ちょっと待ってくれ先輩。そのロアってやつもういないんだろ？はい。いやだってアルクエイドのやつロアはもうやっつけたって言ってましたよ。先輩、ロアはもう死んでいます。それは確かなことだと俺も思います。アルクエイドの発言は信じられません。あいつが嘘を言っていると？いえ、彼女にそんな気の利いた真似はできないでしょう。この目で見るまでは信じられないという意味です。遠野くん、彼女は他に何か言っていましたか？他には、ああそうだ、ロアの棺は学校の地下にあったなんてふざけたことを言って。先輩？確かめに行きます。遠野くんはここに残っていてください。
待った、俺も行きます。協力していいって言ったばかりでしょ先輩。無駄な所感は挟まず冷静な判断を保てると誓いますか？誓います。先輩の邪魔はしません。いいでしょう、同行してください。遠野君、あなたが私の指示に従う限り安全は保証します。あの下水道に入っていくんですか？そうですよ、あの横穴から中に入ります。日本の下水路は近代化されていますから、水路に落ちなければ濡れることもありません。ただし背後や側面に気をつけて、中は明かりがありませんから目より耳に気を配ってください。まだ太陽は昇っていますが、中に入れば日差しも届きませんし、時間も経過するでしょう。あなたが後ろから離れないように。異常を感じたらすぐに私の背中を叩くか声で知らせてください。はい。それより先輩、武器は？俺はナイフがありますけど。心配には及びません。国権は必要数常備しています。今回はあくまで調査ですから、ロアの棺を発見次第撤退して準備を整えます。本格的な光線はこの後です。内部で明かりは使わないので、そのつもりで。そっか、吸血鬼に気づかれるもんな。携帯の明かりもダメですよね。でもそれだとどうやって中を調べるんですか？暗視程度なら私でも使えますから心配は不要です。水路内は私が先導しますから、先ほど言ったようにと、あなたは手を握っていてください。行きます。ここからだと学校下付近の水路までは20分ほどでしょう。その間余計な気は起こさないように。
止まって。今明かりをつけます。これは…アルクエイドの仕業ですね。こんなところでこんなことをするのは、あの考えなしだけでしょう。なるほど。これ、奥に部屋があるんですか？そのようですね。下水地図にはこんな場所に部屋はありませんでしたが、罠は…ありませんね。中に入ります。足元に気をつけて。そんなことは。先輩？どうしたんですか？そんな怖い顔して。ロアってやつはもういないんでしょ？ならこれで万事解決じゃないですか。死んでいる状況は間違っている。これじゃ道理に合わない。転生体が死亡すればロアは次の転生先に移動する。彼を通常の手段で殺しきることはできません。でもそれでも一時的に痕跡は消えるんです。その町を汚染しているロアの転生体さえ消してしまえば、少なくとも町に根付いた下級の人は全滅する。だからもしこれが本当にロアの遺体なら、この町に死者が残っているはずがないんです。でもそれは下級の使徒だけの話でしょう。三階艇より上の吸血鬼ならロアがいなくなっても自分の意思で行動するって。ニュースはありましたか？え？テレビでもネットでもいい。ここ数日で身元不明の遺体を発見したというニュースはありましたか？ロア、親である使徒が消滅したのなら、
その時点で隠蔽されていた事件が明るみになる。死と討伐において町がまだ平穏であること、それ自体が何も解決していない証拠なんです。じゃあそこにあるロアの遺体は偽物で、ロアの奴は。そう、死とロアはまだこの町にいる。いえ、初めからずっと同じ体にいたんじゃないかしら。ねえ、そう思わない？当の四季君。四季君を尾行していたら、とんでもない場所に案内してもらっちゃった。それがロアの棺？今の話じゃもう何の意味もないゴミ箱みたいだけど。でもさすがシエルさんね、こんな逃げ場のない場所に標的をおびき出すなんて相変わらず手際がいいわ。ほら早く始めましょう。入り口は私が押さえておくから、あなたはそこの吸血鬼を殺してあげて。まだ分かってないの？それとも分かってない演技？まあどっちでもいいんだけど、物証も取れたし、今なら審査もやってこないし、ようやく年貢の納め時よね。こんな結果になっちゃったのは残念だけど、ま、8割方分かっていたことだから悲しくもないか。それじゃあバイバイ。あなたの悪運もここまでよ、吸血鬼。シエル先輩。あのさ、いつまでも被害者面しないでもらえないかな。この付近でロアの転生先に該当する家柄は遠野家だけ。その遠野家には長男と長女がいたけど、次の転生先は男子であることだけは分かってた。だから必然君が今代のロアなわけ。こんなこといちいち言わなきゃ分からない。バカなこと言わないでくれ。俺は吸血鬼なんかじゃないし、ロアなんてやつも知らない。あれ？もしかして本当に気づいてなかった？四季君ったら、そこまで見事にシエルさんと同じなわけ？
ちゃ。これはちょっと悪いことしちゃったな。でも。自分が無実だなんて思い込んでるとか無様すぎてワクワクしちゃう。笑うな。何がおかしいんだあんた。もう必死になって可愛いんだから。でもそういうものらしいよ。ロアの転生先になった人間はみんな自分を保ったままある日あっさり変わるんだって。ねえ、そうでしょうシエルさん。そもそもあなたは自分をまともだと思っていたの？ナイフ一本で人間を解体できる力は何？常人離れした判断力は？いくら吸血鬼だからって人間だったものをあっさり殺してしまえる価値観はまともだと言えるのかしら。それは、いい加減自覚したら。あなたは人殺しを何とも思わない。いえ、殺人だけが得意な非人間なのよ。あなた自身が気がついていないだけで、本当はとっくの昔に死んでいる気の狂った殺人鬼なんだって。やめてくれ。それ以上はノエル先生でも許せない。ええ、許せなくていいわよ。私も絶対に許さないし逃がさないから。先輩、何のつもりシエル。
下がりなさい、代行者ノエル。彼がロアである確証は取れていません。今はロアの消滅の確認を先にすべきです。は？何を言ってるの？確証なんて十分すぎるほど取れたでしょ。もうこの町に彼以外のロア候補はいないって。早計すぎます。それに彼はまだ何の罪も犯していない。無実の者を殺めることは許されません。今まで散々疑わしきは罰してきたくせに、なんでこいつだけ見逃してやるって言うのよ。落ち着きなさい、代行者ノエル。あなたの行動は明らかな戒律違反です。先ほどの暴挙は見逃しますから。今はかばうの？それ何なのよ。それ、のぼせ上がるのも大概にしろって言うのよ。あの代行者シエルがこんなどこにでもいそうなガキ相手に、まさか情とか映してるんじゃないでしょうね。私の個人的感情とは別の話です。仮に彼がそうであったとしても、まだ発言していないのなら間に合うかもしれない。ロアに上書きされる前に助ける手段がないわよ。転生先に選ばれた時点で終わりって、もう結論が出てるじゃない。 いえ、そもそも助ける理由がないわ。吸血鬼に情は無用でしょ。いつだってそうしてきたでしょ。相手が何であれロアともども殺すだけだって、あんたはいつも言ってたじゃない。それは俺と相手は別だってわけ。すっごい愛らしすぎて泣けてくる。ねえ、もしかしてあんたも私もバカじゃないの？いいえ、違うのよね。もしかしなくても、初めから私だけがバカだったわけ。受けやがって。あんたの食材は何もかも嘘じゃない！
それなら立ち去りなさい、シスターノエル。今夜の件はその傷で不問とします。支部に戻り手当てを受けなさい。その右腕はあなたでは癒せない。回復した後は、マーリオ司祭代行の指示に従うように。先輩、ノエル先生の言ってたことは、その…それはありえません。まったく、遠野君まで本気にしないでください。ノエル先生の言い分はあくまで可能性の話で、現実的とは言えません。だいたいロアはここで死んでいるんですから、それでいいじゃないですか。でもロアは遠野家の長男だって。ええ、それは確かです。だってここで死んでいる遺体がその長男なんですから。長男って、そのミイラが？ミイラ？まあ、ミイラですけど、私の調べでは、遠野家にはもう一人子供が、養子がいたんですよ。7年前に死亡したと記録にはありますが、その遺体はどこにもなかった。おそらく秘密裏に生き延び、ここでロアとして活動していたのでしょう。じゃあそいつは遠野家の養子だったのか。間違いなく。そうでなければ死体の数が合いませんから。遠野くんは覚えがありませんか。遠野の家にいた子供のはずなんですが。
いえ、それが。すみません。ちょっと記憶にないです。親父が養子を取っていたこと自体、初耳でした。そうですか。遠野家も古い家柄ですから、叩けば埃が出るのでしょうけど。ああ、そういえば遠野名義で、オフィス街の土地売買で不自然なお金の流れがありましたっけ。あれなんかいかにも非合法スレスレな感じでしたが。ちょっと待ってください。親父はともかく、秋葉にやましいところなんかありませんから。養子のことだって秋葉は知らないだろうし。おやおや、こんな時でも妹さんを立てるとは感心です。家ではさぞ頼りにされているお兄さんと見ました。ああ、いえ、それはその、そのあたりの事実関係は今後の調査ですね。下級使徒の遺体が出てこないのは気になりますが、思い返してみればデパート地下の件がありました。ブローブが暴れたことで下級使徒の大部分は瓦礫に埋もれたのでしょう。繰り返しますが、遠野君がロアのはずがないんです。今日だって普通に学校に来ていたでしょ。ロアは使徒なんですから、太陽の下には出歩けません。ああ、じゃあノエル先生の考えはただの的外れってことでしょうね。まったく、早とちりにも程があります。遠野くんは遠野くんです。ちょっと特別な目があるだけの、危なっかしくて放っておけない男の子ですよ。あとはこの遺体の処理ですね。焼却処理しますから、遠野くんは離れていてください。遠野くん、何ですか先輩。
いえ、ただの私情なのですが、その昼間の話の続きをしていいですか？全然いいですけど、その先輩の体がアルクエイドみたいってことですか？もしもの話ですよ。遠野くんは違うと言いましたけど、私が本当に吸血鬼だったらどうしますか？私は彼女と同じなんです。彼女が経験のない吸血鬼であるように、私は自覚のない吸血鬼なのかもしれない。いいです、そんなの。え？だから、いいって言ったんです。たとえ吸血鬼でも、俺は先輩が好きだよ。に例えたのは別の意図だったのですが、その私を信じられるかどうかといった。事件も解決しましたし、遠野くんの記憶を消すかどうか決めなくてはいけないので。あ、そうですよね。そういう話ですよね。もちろん信じます。っていうか、先輩の秘密はちゃんと守ります。とにかく、俺にとってシエル先輩は何があってもシエル先輩ってことです。それより、早く帰りましょう。ここ寒いですか？遠野くん、何？私が何のためにこの町に来たか知っていますよね？もちろん。ロアを退治するためです。ええ、けど、その理由までは話していませんでした。本当は今夜、二人で街に出た時にお話ししようと思ってたんですけど、なんか、あっけなく終わっちゃいましたね。そうですね。拍子抜けするぐらい、あっけなく終わりました。けど、先輩がロアを追っていたのは教会の仕事だったからでしょう。理由なんて他にあるんですか？ええ、私の所属しているチームは、なんていうか、あんまり仕事がないんです。あっても年に数回ちょっと呼び出される程度で。ですから今回の件は
私の独断なんです。私は教会の指示ではなく自分の意思でこの町にやってきました。先輩の意思？はい、私は自分の事情だけで行動していました。私は人間として死にたいからずっとロアを追っていたんです。私の体がこんなになってしまったのは彼に原因がありましたから。それだけのために私はこうして生きながらえてきました。けどそれも終わりです。代行者になってから6年間、長かったのか短かったのかよくは分かりませんけど。顔を上げてください。最後は笑顔でと言ったのは遠野くんの方ですよ。遠野くんには感謝しています。私の仕事はこれでおしまいです。あとは残った自分の責任を果たさなくちゃいけません。先輩、やっぱり。記憶を消そうと思ったけど、やめます。遠野くんには嫌われたくありませんから。うん。今まで、ありがとうございました。私、こんなに嬉しかったの久しぶりです。ですから、最後に握手しましょう。それではお別れです。ですね、私がいなくなっても乾くんと仲良くしてくださいね。私、遠野くんと乾くんみたいな学生になりたかった。あとですね、あんまりメガネを外しちゃダメですよ。得意なものは得意なものを引き寄せるんです。今回は解決しましたけど次はどうなるかわからないんですから。はい、それは知ってます。昔厳しく教えてくれた人がいましたから。そもそもですね、俺がメガネを外したのはここ最近の話ですよ。そうですか、それを聞いて安心しました。先輩、また会えますか？俺たち。もちろん、縁があればきっと。だって私も遠野くんもまだ生きているんですから。ちょっとだけお話がしたかったけど、キリがないからここまでにします。遠野くんにはこんなのばっかりですね。それじゃあさよなら。帰り道、迷わないように気をつけて。そっか、今になってようやく分かった。
いつまでもここにはいられない。お帰りなさいませ、シキさん。お疲れでなければ何よりです。今日は幾分遅いお帰りになりましたが、お体の具合はいかがですか？ただいま、琥珀さん。それとごめん、ちょっと使用で遅くなっただけで、具合を悪くしたとかじゃないんです。いえ、無事に帰ってきていただけたのならいいんです。ご夕飯でしたらすぐにご用意いたしますので、今の方でお待ちいただければ。あ、今には秋葉はいる。いえいえ、秋葉様でしたらお部屋の方に戻られていますので、どうかご安心くださいな。お小言は明日の朝にまで持ち越しということで。いや、そういうわけじゃないんだけど、あのさ、琥珀さん、この家に俺と秋葉以外の兄弟がいたって話聞いたことがある？四季さんと秋葉様以外のご子息様ですか？そういった話はないと思いますよ。どうしたんですか、四季さん、何かあったんですか？いや、ただ俺に兄貴がいたかもしれないって、そんな話を聞いてさ、ちょっと記憶に自信がなくて。四季さんと秋葉様は二人きりの兄弟ですよ。幼い頃からお屋敷で働いている私が言うんですから、間違いはありません。琥珀さん、昔からここで働いてたんですか？はい、見習いとしてですが、翡翠ちゃんと一緒に簡単なお手伝いをさせていただいておりました。何分昔のお話ですから、四季さんが覚えていらっしゃらないのは当然だと思います。いや、でも会っているなら少しは覚えているべきですけど。それは仕方のないことです。昔の遠野邸はご来賓の方も多かったですし、何より子供の頃の話ですから。今ですらこんな大きなお屋敷なんですよ。子供の視点では果てのない迷路のように思えたものです。この本館だけでも覚えきれなかったのに、今はもう取り壊されたテニスコート横の迎賓館や植物園、離れのお屋敷もありました。ご親戚の方々も滞在していましたし、あの頃誰がどこにいたのかを把握していたのは、それこそご当主であらせられた牧久様だけかと存じます。そうですね、言われてみれば確かに。様がお忙しいので今はお暇を出されていますが、乗馬用の馬屋もあったんですから。あの頃のお庭は毎日がお祭りのようで大変楽しゅうございました。俺より年上で何年も前に死んだ容姿か。
秋葉が知らないなら無理に伝える必要はないよな。もう終わったことなんだから。治療なんて受けられるわけないじゃない。
何あれ、何よあれ、何なのよ。何もできない。強いから、強いからって幸せになるの？私は弱いからこのまま死ねっていうの？悔しい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 。私に、私があいつよりもっと強かったら。
神様、神様、神様。でもそれが大変いいのです。私その祈りだけで十分おかずにできちゃいそう。え、はーい、こんばんは。こんなところに隠れ家を作ってるなんていけない子ね。ま、そのあたりはどうでもいいけど。なーに？ノエルちゃんは強くなれればそれでいいの？来ないで。誰よ、あなた。私は通りすがりの善人よ。ノエルちゃんにちなんでスクルージとか名乗ってもいいんだけど、私キャロルはなんか嫌いなのだわ。だってあれ、強者が弱者になっちゃう話じゃない？愛が足りないんだってば。愛が。その点私はラブ大サービス。弱者を強者にするのがライフワークなの。どう？今なら底辺で出会った記念にあなたを強くしてあげるけど。ふざけないでよ。何も知らないくせに何気軽に歌ってるのよ。強くなれるのならとっくになってる。私みたいな凡人じゃあの天才には何をやったってかなわない。何をやったって？今そう言ったのかしら、お嬢さん。あなたはまだ何もしていない。ただ生きてきただけ。強くなる努力も工夫も対価も愛も何一つ支払っていない。でもまだ間に合うわねえ。かわいいお嬢さん、強くなれるのなら本当に何をしてもいいのかしら。でもどうやって？そんなの簡単よ。私があなたを本物の吸血鬼にしてあげる。待って、何言ってるの？吸血鬼にするって、ううん、それより本物って、え、そう、ほんもの。ノエルちゃんたら血を吸われたから使徒化してると思ってるけど、それただの勘違いだから。あなたには使徒になる才能すらない。本当の凡人であることをまだ受け入れてなかったのね。でも安心して、私の方法ならどんな人間も、それこそ虫けらだって吸血鬼にしてあげられるわ。ま、待って待って待って、私抑制されてないの？だって喉が渇いてこんなに苦しいのに。ああ、それ
ただの思い込み。あとちょっと風邪気味なだけなんじゃない？さあ行ってみましょうか、かわいい虫けらさん。いやー、臨床実験は私も初めてだからドキドキして思わず食べちゃいそう。やめ、お願い、やめて。やだ、いや、吸血鬼になるのだけは死んでも嫌。なってしまえば楽でしょ。そういう姿になったのは予想外だけど、そっか、ノエルちゃんはその頃が一番ノリノリだったってこと？そうよ。文句ある？これが私、この姿が私、こうなりたかったのが私。すごく上出来、気に入ったわ、この姿。ありがとうって言ってあげる。お礼は結構、事前授業だもの。でもそれだけじゃあの代行者には勝てないわよ。むしろカモになった感じ？そんなの言われなくても分かっているわ。今の私なら黒剣一本で始末される。どうすればいいの？もちろん追加の注射をしなくちゃね。それはさっきの注射と違うの？同じものよ。これ一本一本がイデアのレプリカ。一本ごとに使徒の改訂を上げる私特製の麻薬ってわけ。ただし一本ごとに死の痛みが魂に降りかかっちゃう。痛覚のない人にとって原理の書き換えは死の痛みだもの。命の保証はできないってのが泣きどころかしらね。保証してあげる。さあ、あなたは何本まで試すのかしら。